はい、どうも皆さん、こんにちは、しばれです。はい、ということで今回の動画なんですけれども、ザムネ見てもらったら分かる通り、この選手使っていきたいと思います。日本の4番、鈴木誠也選手、リアタイで使ってみたい。はい、ということで今こちらに表示されております鈴木誠也選手、2021シリーズ1の鈴木誠也選手使っていきたいなと思います。ということで選手紹介していこうと思います。ランドファイター、ミート82、パワー80、走力76、ミート型の選手でございます。以上、守備適性がライトが B 適性72持っております。補給 E、スローリング C、肩 A ということで、まあ補給少し低いんですけど、まあそこら辺はですね、まあ守備範囲 B ということで、まあちょっと守備も積極ということで目をつぶりたいなと思います。で、特殊能力パワーヒッター選球眼チャンスということで、パワーヒッター選球眼レベル5、チャンスレベル1となっております。よろしくお願いいたします。ということで、まあぜひともですね、この鈴木誠也選手を当てた動画というものもございますので、そちらもちょっとめっちゃ神引きになってますので、見ていただければめちゃくちゃ嬉しいんで、そっちも、見ていただければなと思います。ということで、称号チャレンジやってミパ同時狙いたいと思います。ということで称号いきましょう、どうぞ。はい、ということで称号チャレンジやっていこうと思うんですけど、パワーが2上がってほしいので、圧倒的なパワーだと思うんですよ、多分どっちになるのか。ということで、欲しい2を狙っていきたいなと思っておりますので、まあ、極意志はなしでとりあえずいきたいなと思います。ということでミパーどっちいきます。はい、パワー、圧倒的なパワー、圧倒的なパワー、パワー2プラスパワー2、これ、え、打撃を極めし者、これ何、めっちゃいいの来たけど、めっちゃいいの来たんだけど、まあちょっともう一回やらせてください。すいません、お願いいたします。これ星4来ると思わんかったやん、さすがに。いきまーす。はいはい、まあまあちょっとここでやめます。これでパワー2来なかったらやめます。ランガン、これ違います。これどんまいっす。これ11なんで多分、確か。はい、どんまい。いや、まあ、打撃を極めし者で、これでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ありがたいきます。どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。ということで、鈴木誠也選手なんですけど、2番でやっていきたいなと思っております。先発投手は、サンチェス投手でございます。で、一応流すことをしっかり意識して、インコースな引っ張る、アウトコース流す、オッケーオッケー、こういう感じのちょっと意識を持ってやっていきたいなと思います、今回はですね。ということで、先頭出ます、ここから。流す、はい、オッケー、センター前。はい、出ました。ということで、盗塁でチャンス出します。はい、注目選手、選球眼出ました。で、ここで走ります。で、チャンス出します。まっすぐだったら振ります。ボールじゃないけど、オッケー、チャンス、あ、いい、ドンマイ。いきます。打ちます、ここ。流すのしっかり意識。引っ張り流し、しっかり意識。引っ張り、ボール、オッケー。まあ、ちょっと本当にコイン出しながらやると意外といいんで、引っ張る、流すっていうのをですね。ちょっと苦手な方は。流す、あー悪くなかったんだけどな、今結構マジで。意識していきましょう。意識、無意識。流す。厳しい。あそこはちょっと手が出ないですね。引っ張る。ボール。オッケー。スプリット多いな、この人。スプリットが多いけど、ツーシーム来そう。そんなことなかった。ナイスバッティング。全然外角で引っ張ったけど、まあ、OK でしょ。ヒットなら OK ということで、4番、山田哲人。4番、哲人でございます。盗塁はしません。流す。あーい、ドンマイ。ドンマイ。ちょっと下。うえ一瞬マジ焦った今。いや、行きまーす。坂本選手でございます。流すってか、センターオーバー。あ、おい、ナイスセンター。はい、ということで、ピッチングでございます。こちらの先発として、山本由伸投手でございます。一応、侍ジャパンの山本由伸投手が一応、マックス、レベルマックスになりました。3800になりましたので、よろしくお願いいたします。最強の山本由伸投手でございます。これ、ちなみに。ってことで、多分、まあ、何もないと思いますので、まあ、ピッチングの方はですね、飛ばしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、飛ばします。どうぞ。いやー、マジ？オッケー。
一応勝ちました。ありがとうございました。ということで次の試合いきましょう。どうぞどうぞ。はい、よろしくお願いいたします。ということで2試合目でございます。相手は先発投手山本由伸投手でございます。いきます。引っ張る、 OKOK、 ボール。やっぱり流すのがむずいんで、しっかり引っ張るのとしっかり流すの、流す。あー、ボールでした。ボールでしたけど、まあいいでしょう。うまいけど、いいね。流す意識 OK、 流す意識 OK。いいねー、引っ張り警戒用三塁線、完璧なバッティング。ということでこの流れでいきましょう。鈴木誠也選手チャンス、パワーヒッター出ました。いきます。集中、日本の4番を2番に入れてます。うぃー、ナイバッチ見たか見たか。いきます。柳田悠岐選手、やっぱ打ちやすい。鈴木誠也選手、オッケー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 、アウト、余裕でアウト。クミーチ、いやーマジかー。はい、ということで守備の方ですね、やっていきたいと思います。先発投手田中将大投手マークでございます。まあ今の回ですね、あのノーアウト1、3塁で、あの1点も取れないというカスみたいなバッティングですね。本当にもう自分が情けないくらい本当に悲しいです。ということでしっかり守備の方はですね、抑えていきたいなと、頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで飛ばしていきたいと思います。よろしくお願いします。どうしますはい、ボール、はい、ボール、絶対ボール、今の絶対ボール。あ、ボールだ今のも。あー、ほら来た、いや、オッケー、ナイスナイスギータ。ということでいきましょう。この回バッティング、糸井選手からいきます。広角ラインドライブ、もうギータ選手がねファインプレーしてもらったんで打ちます。いやー厳しいな、まあいいでしょう。いきます、鈴木誠也選手、ここよし、パワーヒッター選球がいきます。決めます、日本の4番。集中していきます、ここスイヤボール、オッケーよ。インコース張ります、もうハリハリで。ボールだ、ボール、ボール、やめてやめてやめて。はい、行きましょう。注目選手、長馬入った選球が絶対打つ、オッケー、ナイスバッティング。ホームラン打ちたいね、ホームランマジで。いきます、鈴木誠也選手、ランナー1、2塁でここでパワーヒッター選球眼。これラスト打席ですかね、集中していきます。通しもあります。よっしゃ